プジョーもシトロエンもこの三菱自動車も、トヨタ自動車と同じようにですね、この現地生産に向かってます。あと数年すると日産も多分ホンダもみんなこのロシアで自動車を作って販売するようになるんではないかなと思います。